子育てをしている時の、まあ、心理というでしょうか、まあ、自分の顔に化粧をするどころでないというですね、まあ、苛立ちであるとか焦りであるとか、まあ、本当にそういうふうに、落ち着いてですねメイクできない、そういう、まあ、時代というかその期間というのはあると思うんですね。僕も実は、父子家庭で、18年間、まあ、いわゆるその子供娘2人をですね、幼子を抱えながらこの企業をしまして、こういう自営をしてまいりましたんでね、子育ての大変さっていうのはですね、やはりその自分の感情の中でですね、非常にこれでいいんかあれでいいんかというね悩みがありました。で、仕事をしててもこういう仕事をしていること自体が罪悪感を感じたりですねすることもありましたけども、やっぱりどんな時でもですね、その子供はですね必ず大人のいわゆる親の後ろ姿を見てるということですね。それを、まあ、非常にその、まあ、このある程度年齢いってですね今つくづく思うんです。まあ、実はそのうちのですね母親ももう他界したんですが、やっぱりちょっと、まあ、小学校ぐらいの頃の記憶がですねやっぱり蘇ってくるんですね。僕はこれいつもお話ししてるんですけども、まあ、その子供心になんかお母ちゃん今日はなんかいつもと違う、なんか丁寧にこうメイクしてる、なんかこうそわそわしてるんだけどなんか丁寧にいつも以上に時間をかけてね自分の顔をこう整えてくれてる時のあの感覚っていうのは、まあ、なぜか分かりませんけども、で、まあ、今でもですね子供の頃の思い出がクッとこう蘇ってきますよね。後ろに三冠見て後ろパッと見た時にうちの母親が一番やっぱりこう美しくあってほしいし、やっぱりこうなんて言うんでしょう、若々しくあってほしいとか、これは子供心にですね、まあ、そんなことを思ってた記憶がやっぱあります。で、これこと僕ら男でもそうですから、例えば娘さんをお持ちのお母さんでしたら必ずそのなんて言うんでしょう、お母さんのメイクの仕方とかお母さんのその化粧をしている姿とかその思い入れとか、もうそういったものをですね、なんかこう子供っていうのはすごく感受性高くですね受け取ってるんじゃないかと思うんですね。だからこそその何かお母さんが悩んでる時でもきちっとその自分の心を正してお化粧をしようというそういう気持ちになってもらいたい、これいつも、まあ、自分のためというのもあるんですが、まあ、見ている子供さんのためにもですね、そしてそれを見守っている旦那さんのためにもですね、やっぱり女性として自分の身だしなみと同じようにですね心を乱すという、心を乱さないようにですねきちっと心を整えて、いわゆるそのお化粧に臨んでもらいたいっていう、それが KYC 秀としてのなんかこう思いがあってですね、いつもその女性の方を応援するときにこんなお話をさせていただきます。子育てをして奮闘している忙しい人ほどですね、ぜひこの、化粧というものを、まあ、いわゆるその心を整えるという意味にとってもらって、まあ、子供のためにもですねよし頑張ろうという、ね、気持ちになってもらえたらなと思います。ぜひこの動画がですね、あなたに届いて、少しでも元気になってもらえたらと思います。あなたのため、そして子供のためにもですね、ぜひお化粧を自分のものに、心を整えるものにしながら頑張っていただけたらと思います。それではまたお会いしましょう。KYC ヒデでした。ありがとうございました。